皆さんこんにちは、みっぴ旅行です。私は今岩手県花巻市にあります花巻温泉に来ております。以前花巻温泉のホテル千秋閣に宿泊した様子を動画にしたのですが、今回は花巻温泉のホテル紅葉館に宿泊します。今日は母と二人旅になります。ということで今回は1泊2日の花巻温泉宿泊記をお届けします。それでは早速スタートです。チェックインでお願いします。はい、館内は覚えてらっしゃいますか？あ、はい、大丈夫です。では本日お泊まりいただくのが東館ホテル紅葉館3階のお部屋でお勤めしております。館内は覚えているということでしたので、はい、こちらの案内省略させていただきます、はい。それではお食事のご案内でございます。夕朝食の会場が当館2階もみじダイニングでバイキングのお支度となっております、はい。ご夕食の時間だけお伺いしておりまして、じゃあ5時半でお願いします。はい、かしこまりました。ご朝食6時30分からお好きなお時間でご利用くださいませ、はい。ルームキーがお食事券の代わりとなっておりますので、はい、お忘れずにお持ちくださいませ、はい。お渡ししておりまして、温泉ベーカリー 10% 割引券になっております、はい。明日まで有効となっておりましたので、お時間ある際ぜひご利用ください、はい。紅葉館のロビーにおります。ロビーはこんな感じになっておりまして、こうステージがあって、ここでお祭り広場って言って催し物がされたりします。すごくね、広くて綺麗なロビーとなっております。こちらが湯あかりラウンジっていうのがあって、宿泊者はフリードリンクとなっております。時間は朝の7時から10時と、チェックインが3時だったんですけど、2時半から9時まで無料で利用できます。このように花巻温泉オリジナルブレンドコーヒーも提供されております。こちらに売店があるんですけれども、こちらで購入することができます。私もね、後で飲んでみようと思います。花巻温泉オリジナルブレンドです。こちらにはソフトドリンクがありまして、リンゴとブドウとグレープフルーツジュースがあります。ちょっと私もね、リンゴ飲んでみましょうか。はい、ちょっと飲んでみましょう。うん、美味しい、とっても美味しいです。そしてこちらが琥珀色の出汁っていうので、さっきね、ちょっといただいたんですけど、すごく美味しかったです。お味噌汁とか、うどんとか、お蕎麦とか、お雑煮とか、豚汁とかに入れて飲むとすごくね、美味しいと思います。こちらは売店でも売っておりますので、よかったら買ってみてください。私が今回泊まるお部屋は351というお部屋になります。一回入ったんですけど、改めて入っていきます。では入っていきましょう。お部屋に入ると、もう荷物置いてしまったんですが、玄関がすごく広くて、入り口はこんな感じになっております。早速お部屋の方に入っていきましょう。こんな感じの部屋です。トリプルルームを予約しました。母と2人で泊まるんですが、トリプルルームとなっております。なので大きいベッドが3台置いてありますね。こちらにソファーが置いてあります。ちょっと窓の景色気になるので開けてみましょうか。景色は、おお、景色すごい。今ね、岩手県花巻市雪が降っております。こんな感じの山の景色になっております。綺麗、山が近い。反対から見るとこんな感じの部屋になっております。こちらがテレビになります。そしてちょっと荷物置いちゃったんですが、ここにイロハスのペットボトルが2本置いてありまして、お茶受けかな、お茶受けの花豆というお菓子が置いてありますので、後でお茶といただきたいと思います。そして、あ、
ベッドの上にタオルとバスタオルと浴衣が置いてありますね。すごい寝心地が良さそうなベッド、ふかふかだ。こちらはシモンズのベッドだそうです。リニューアルされたお部屋になるのでとても清潔感があって綺麗です。ここが荷物置くスペースなのかな、結構広いスペースがありますね。48平米のお部屋になります。お部屋あったかいんですよ。外は雪なんですけど、お部屋はもう暖房が入った瞬間から効いていてすごく暖かいです。山が綺麗に見える、雪が降っててもういい感じですね。東北の冬を満喫できそうです。バスルームにも行ってみましょう。バスルームここかな、ここですね。あ、ここが洗面台になっております。アメニティもしっかりありますね。シャワーキャップとヘアブラシと歯ブラシ、あとカミソリがあります。で、消臭スプレーがあって、ドライヤーはパナソニックのドライヤーです。とタオルがここにありまして、お手洗いはここかな、あ、こちらですね。こちらがお手洗いとなっております。そしてこちらがポットと、あとコップとお茶が置いてあります。冷蔵庫は空ですね、はい、空の冷蔵庫があります。そしてこちらがハンガーがありまして、こちらにセキュリティボックスもあります。あ、浴衣が2枚こちらにも置いてありますね。タンゼンもあります。こちらのお部屋に1泊させていただきます。皆さん、こちらのお部屋おいくらだと思いますか？1泊2食付きになっておりまして、今日の夕食と明日の朝食がついたお値段で予約しました。正解は1泊2食で1人1万4400円になります。お安いですよね。そう、すごくねお得なんですよ。広くて48平米あって綺麗なお部屋で、温泉もついてて、夕食ビュッフェと朝食ビュッフェもついて1万4400円で宿泊できます。とってもねお得だと思います。こちらの動画を参考に、よかったら皆さんもぜひ宿泊してみてください。こちらの花巻温泉は3館に分かれておりまして、私が今いるのがこちらのホテル紅葉館というところです。真ん中はホテル花巻で、その隣はホテル千秋閣という3つのそれぞれ特徴のあるホテルからなっております。こちらの園内マップを見ていただけると分かるのですが、少し離れたところに花椒園というホテルがありまして、こちらも花巻温泉になります。これらの4つのホテルから花巻温泉は構成されております。なんと宿泊者はこちらの3つのホテルのすべての温泉を利用することができます。温泉が大好きなので湯巡りができてとても嬉しいです。それでは温泉に入りながらホテル館内を散策しに行きたいと思います。まずは私が宿泊しているホテル紅葉館の温泉から行ってみましょう。着きました。大浴場はこちらになります。こちらはアロマエステの、マッサージですね、の施設もあります。よかったらねこちらも行ってみてください。ここから先は撮影はできないんですが、紅葉の湯ということで女性がこちらで、男性はこちらの温泉になっております。そしてこちらは、フィットネスルームがありまして、宿泊者は自由に使うことができます。こんな感じ、トレーニングルーム、ランニングマシンとかがあります。ここからは撮影はできないのですが、温泉にゆっくり入ってきます。温泉に入ってきました。すごく気持ちよかったです。露天風呂もあって、岩の露天風呂と、あと壺湯、追放湯が2つあって、一つが蜂蜜の壺湯で、もう一つがコラーゲンの壺湯で、お肌がスベスベになりました。室内の大浴場もすごく広くて、広々していて清潔感があってとっても気持ちよかったです。露天風呂がね本当に気持ちよくて最高でした。ちょうど今日雪が降っていて、雪を見ながら露天風呂に入ることができました。まさに雪見風呂、すごくね気持ちよかったです。ということで次はホテル
花巻に向かいましょう。次はホテル花巻の温泉に行きたいと思います。1階が連絡通路になっているので1階から行きましょう。1階に着きました。こちらがロビーになります。わんこそば5分間で258杯ってすごいですよね。歴代最高記録だそうです。皆さんもよかったらチャレンジしてみてください。ここでね、記念写真が撮れます。すごい、これねぶただ。アントン祭りって書いてある。ちょっと売店見てみましょうか。はい、こちらがホテル紅葉館の売店になります。夜明かりラウンジで、飲んだこちらね、すごい美味しかったです。琥珀色の出汁ということで、私もお土産に買っていこうと思います。すごい美味しかったのでおすすめです。お土産がたくさん売ってあります。秋田のきりたんぽ鍋もお土産に買っていこうと思います。美味しそう。冷麺も売ってる。じゃじゃ麺だ。前沢牛ラーメン美味しいですよね。これ好きです。今で1階のロビー、高揚館の1階のロビーなんですが、こちら連絡通路になっていまして、ホテル花巻とホテル千秋閣につながっております。バラの小道という名前の廊下になっております。すごい絨毯もバラ色でとても綺麗ですね。アロマが焚いてあるみたいで、廊下がアロマの匂いですごく癒されます。いい香りがしています。ここでアロマ焚いてるんだ。バラのアロマの香りがします。廊下にはこういったバラの写真が飾ってあります。バラの小道ですね。こちらを左に曲がってさらにまっすぐ進みます。あ、見えてきた、ホテル花巻。こちらね、まだオープンしてないんですけど、ラーメン酒場という、お店がありまして、多分夜オープンすると思うんですけれども、名物の姫シャララーメン、これすごい美味しいんですよ。あとフクロウラーメンっていうのもありますね。海苔がフクロウくんで可愛い。フクロウくんっていうのは花巻温泉のイメージキャラクターなんですけど、花巻温泉公式キャラクターっていうので、フクロウくんがねめちゃめちゃ可愛いんですよ。そう、私もねスタンプ買ってしまいました。可愛くて。そう、 LINE スタンプもあります。よかったら皆さんも LINE スタンプゲットしてみてください。こちらの廊下には花巻温泉の記念歴史展っていうのが飾ってありますよ。花巻温泉すごい歴史がありますよね。昔はこんな感じだったんだ。楽天トラベル表彰されています。ルルブとか。こちらがブライダルサロンになっております。岩手県の総合ランキング5年連続1位ということで、すごいですね。すごい綺麗なブライダルサロンです。写真スポットになってますね。花巻温泉のバラのオブジェがあって可愛い写真が撮れそうです。キッズ用のカートがあったりとか、あとガチャガチャも、置いてあります。タンス、これ売ってるんだ。ホテル花巻の桜ダイニングですね。夜ご飯や朝食を食べるところです。こちらが、あ、着きました。花巻の湯ということで、こちらはホテル花巻の温泉になります。
宿泊者は3館温泉に入ることができるので、私も早速入ってみたいと思います。それでは行ってきます。今入ってきました。とっても気持ちよかったです。こちらの花巻の湯も露天風呂があって、開放感があって気持ちよかったです。内風呂も広くて清潔感があって、とてものんびりできました。やっぱり温泉は最高ですね。でちょうど雪が降ってたので、雪がパラパラ舞っているのを見ながら露天風呂に入ることができました。本当に最高でした。気持ちよかったです。ということで次はホテル千秋閣に向かいたいと思います。では行ってみましょう。各館イメージカラーがあって、ホテル千秋閣はこのブルーですね。ホテル千秋閣に入ってきました。ブルーの絨毯に変わりましたね。あ、すごいプロジェクションマッピングみたいなのがある。鯉が、地下1階が千秋の湯ですね。ここがブライダルサロンになってます。園内連絡バス夢ぐり号っていうのが出てて、3時半から8時半までですね。フロントの方に言えば無料で園内連絡バスを利用できるみたいです。エレベーターに乗って地下1階ですね、藤の間に向かいましょう。こちらがホテル千秋閣の温泉になります。貸し切り風呂もあるんですよね。ホテル花巻地下1階温泉貸し切り風呂っていうのがあって、はい、こちらをね利用することもできます。追加料金になります。私はさっきホテル高揚館の湯上がりラウンジに行ったんですが、各ホテルに湯上がりラウンジがあって、宿泊客はどこの湯上がりラウンジも利用できるようになってます。とてもいいサービスです。ということで男性がこちらで、女性はこちらの温泉になります。それでは行ってきます。温泉から出てきました。とっても気持ちよかったです。リラックスできました。先週の湯は露天風呂はないんですけれども、内風呂がすごく広くて気持ちよかったです。もうリラックスできました。温泉最高ですね。こちらの奥が藤の間というビュッフェ会場、夕食と朝食のビュッフェ会場になっております。こちらに池があって鯉が泳いでますね。時たま金の、あ、来た来た来た、そう、金の鯉がね滝を登っていくプロジェクションマッピングが時たまね見れますので、よかったら探してみてください。縁起がいいですよね。皆さんもぜひ探してみてください。あ、金の鯉いる、わかるかな。あ、まだ出てきませんね。何回かに1回しか出てこないのかな。黄色の金の鯉が出てくるでしょうか。あ、来た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 、あ、見れました。いいことありそう。はい、ということで高揚館から千秋閣までホテル探検してきました。またね、高揚館に戻ろうと思います。今マップを見てたら温泉貸し切り風呂があるのはホテル花巻みたいです。ホテル花巻の地下1階に温泉貸し切り風呂がありますね。千秋閣の千秋の湯にも壺湯があって、壺湯と打たせ湯があって、ローズとサンダルウッドのアロマの香りの壺湯になっております。こういう子供用のキャラクターカートがありまして、館内の移動で使うことができます。色ごとに分かれてるんですね、カーペットが。ホテル千秋閣、ホテル花巻、ホテル高揚館、カーペットの色が分かれております。アロハって書いてあるんですけど、花巻温泉はこのハワイのロイヤルハワイアンとシェラトンワイキキとモアナサーフライダーのグループ関連ホテルなんですよね。ロイヤルハワイアンとシェラトンワイキキ、あとシェラトンプレセスカイオラにもグループホテルになっております。こういうの見るとハワイ行きたくなっちゃいますね。
ブライダルにも力を入れてるみたいで、そう素敵ですよね。ブライダルウェディングフェアも開催しているみたいです。綺麗な衣装ルームで、まあ、ここなんですけど、ブライダルサロンもすごく綺麗で、はい、よかったら花巻温泉でブライダル結婚式してみるのはいかがでしょうか。衣装小物第1位って書いてあります。口コミ、こちらがバラの小道です。今高揚館に戻っているところです。こちらは、宴会場ですね。ホテル高揚館のロビーに戻ってきました。お部屋に戻ろうと思います。夜ご飯はホテル高揚館2階のもみじダイニングでいただきます。5時半から9時までの間がビュッフェの時間になっております。朝食も同じ場所もみじダイニングで6時半から9時の時間となっております。こちらがホテルガイドマップなんですけれども、先ほど行ったラーメン酒場は6時からでしたね。夜は6時から11時まで営業してるみたいです。ホテル花巻の7階にある葉山という和食ところはランチとディナー両方やっております。こちらの先ほども言った湯上がりラウンジは宿泊のお客さんは無料で利用することができます。すごくいいサービスですよね。コーヒーを入れてお部屋に持って行っているお客様とかがいました。あとカラオケルームがあったり、卓球ルームがあったり、ゲームコーナーもあったり、足湯と手湯があります。あと先ほども言った無料フィットネスルームもあって、ランドリールームもあります。なんとね、無料なんですよ。すごいですよね。海外だとランドリーって有料がね当たり前なんですけど、無料で洗濯することができます。花巻温泉稲荷神社があります。なんとね、御朱印もあるんですよ。明日の朝花巻温泉稲荷神社に行ってみようと思います。なんといっても温泉ベーカリーですね。かぼちゃあんパンが期間限定で販売されていて、ちょっと後で行ってみようと思います。こちらにもコーヒーのサービスがありますね。帰りにいただこうかな。こちらがもみじダイニングです。夜のビュッフェ会場になります。アワウェイ踊り焼きだって。あ、すごい。こちらもプロジェクションマッピングになってますね。お子様用に駄菓子コーナーがある。いいですね。お子様喜びそうですね。ハリボとか。今ビュッフェはカニフェアをやってるみたいで、カニ祭りって書いてありますね。なんとカニのお寿司もあります。お刺身もあります。あ、こちらたこ焼きとフライドポテト、あとカニ祭りということでカニ盛りがありますね。すごい嬉しい。後で食べよう。お刺身盛り合わせ、ごま豆腐、きのこあんかけ、塩辛、イカの塩辛だ。あと鴨とパルメザンチーズ、サーモン、スモークサーモンのマリネ、チキンバジルマリネ、あとサラダです。新鮮な野菜ですね。カニサラダがあります。ドレッシングも種類豊富です。スモークチーズもあるんだ。カニ釜飯だって。美味しそう。後でいただきましょう。カニ海鮮鍋です。美味しそう。こちらは石狩鍋だ。あとこちらが鶏すき鍋だ。ライブキッチンのステーキがありますね。鶏の唐揚げと豚肉、卵の炒め物、あとソース焼きそば、スパゲティもあります。カニクルミコロッケもあるんだ。あとカニグラタン。これなんだろう。わあ、牛肉の赤ワイン煮、美味しそう。バゲットもありますね。あとキッシュもあります。あ、冷麺があるんだ。岩手だから盛岡冷麺があります。あとお蕎麦もありますね。とろろもある。あとこちらカニの天ぷらだって。美味しそう。こちらがバーカウンターとなっております。こちらは別料金ですね。
あ、飲み放題メニューもあるんだ。70分で2750円、安いですね。こちらは和食です。肉じゃががあったりとか、大根、手羽先、煮物、あ、カニ入りの茶碗蒸しだ。カニ尽くし。ご飯花巻さん 100% の一目惚れですね。あ、真っ白、美味しそう。カニ汁があるんだ、すごい。カニ汁があります、美味しそう。こちらはかぼちゃのポタージュ、かぼちゃのポタージュです。美味しそう。こちらおしんこがたくさんの種類があって、こちらはホテル特製カレーです。美味しそう、後でいただこう、うん。こちらがドリンクコーナーになっています。コーラとかジンジャーエールとメロンソーダ、オレンジジュースなど、あとコーヒーもありますね。あとこちらがデザートなんだ、すごい。ロールケーキ、いちご大福もあるの、美味しそう。リンゴキャラメルケーキとか、ロールケーキ、マンゴー、すごい種類豊富ですね。こちらがフルーツだ、フルーツカクテル、杏仁豆腐もある、美味しそう。はい、こんな感じでたくさん取ってきました。ちょっとあんまりうまく取れなかったんですが、カニとカニのお寿司、そしてこちらですね、カニ海鮮鍋とお鍋ですね、違う種類のお鍋、あとカニ海鮮鍋です。美味しそう。じゃあ自分で火をつけてお鍋温めてます。カニの天ぷらと、キノコのあんかけごま豆腐、カニクリームコロッケと、カニの茶蒸しなどを取ってきました。美味しそう。では早速いただきます。お腹すきました。では花巻温泉に乾杯。何からいただきましょうか。ではいただきます。とっても美味しいです。こちらのカニ汁いただきます。美味しい、最高です、すごい美味しいです。カニのいいお出汁が出てる。ただこのホタテも気になって、ホタテいただきます。わさびをつけて、美味しい。カニのカニ海鮮鍋です。あー、出汁がすごい、ホタテ美味しい。わー、出てきました、カニ。それでいただきます。食べてみよう。あ、こんなに取れました。こうやって取れるかな。あ、カニ食べると無言になっちゃいますね。一生懸命食べちゃう。取れるかな。あ、取れた、頑張れ。あ、取れた。うん、おいしい。第2回戦取ってきました。こちらがステーキと冷麺、あとお刺身が美味しかったので、お刺身盛り合わせもう1回取ってきました。あと牛ほほ肉の赤ワイン煮込みとカニグラタンです。鶏鍋です。あと今カニ釜飯を作ってます。釜飯が出来上がりました。開けてみましょう。オープン。わー、美味しそうに炊き上がってます。美味しそう、いただきます。デザート部門のアイス取ってきました。こちらのね、バラアイスがすごく美味しいんですよ。バラの香りがして、味もバラの味です。
今ホテル花巻のロビーに来ました。ホテル花巻はこんな感じのフロント、そしてロビーになっております。こちらがホテル花巻の売店ですね。今日ね、各館売店が違うんですよね。なので3館売店をはしごして見るのもおすすめです。売ってるものがね、微妙に違います。これ美味しいんですよ、エビせんべい三陸の。お米も売ってる、岩手県産一目惚れ、これバイキングに出てたお米ですね。美味しかったです。あ、イートハーブだ、宮沢賢治。南部せんべいもね、美味しいです、おすすめ。あ、これ美味しいんだ、南部せんべいのチョコ南部ってすごい美味しくておすすめです。お土産とかにいいと思います。フクロウくんのね、プリントクッキーもあります。クリアファイルもあります。マグネットなんだこれ、かわいい。光ストリートっていうのを見ます。ライティングショーでバラと光と音のアンサンブル、1日5回毎日行っていて、観覧無料となっております。今もうすぐ8時の時間なので、8時からのショーを見ようと今スタンバっているところです。本日は花巻温泉ようこそお越しいただきました。この楽曲と演出は花巻温泉の四季、春、夏、秋、冬をイメージして作られたオリジナルプログラムです。春は花巻温泉500本の桜を、夏は宮沢賢治が設計した園内のバラ園の夜を、秋は紅葉が舞い降り敷地内を彩る様子を、冬は白銀の花巻温泉をイメージいたしております。なお皆様にお願いがございます。演出中も車道には車の往来がございます。暗くなると車から歩行者が見えづらくなりますので、お子様連れのお客様はお子様から目を離さないようにお願いいたします。それでは大変お待たせいたしました、花巻温泉光ストリートバラと光と音のアンサンブルをごゆっくりお楽しみください。ありがとうございました。この後も花巻温泉でのご滞在をごゆっくりお楽しみください。おはようございます。今朝の7時です。今日は6時ぐらいに起きて朝温泉に行ってきました。露天風呂も入ったんですけど、とっても気持ちよかったです。もう6時半から朝食が始まっているんですけれども、今から支度をして朝食に行こうと思います。朝食もビュッフェになります。その様子もお届けしますので、ぜひご覧ください。今日の窓からの景色はこんな感じです。雪が積もってますね。今外は0度みたいです。で、あちらから日が、太陽があちらから出るみたいで、空が明るくなってきました。昨日はすごくよく眠れました。ベッドがふかふかで寝やすくて、とっても気持ちよく寝れました。それでは今から朝食に行ってきます。朝食のビュッフェはこんな感じです。ちょっと紹介していきます。こちらはご飯ですね。岩手県産一目惚れです。こちらがコーンスープですね。
こちらがおかゆです。さっきいただいたんですけど美味しかったです。こちらが塩サバと鮭です。こちらはたらこ、小鉢系のイワシの生姜煮も美味しかったです。これ珍しいですよね。メカブともずくが一緒になってる。肉うどんが今ご支度中みたいです。こちらはパンです。花巻ベーカリーで焼いてるみたいです。クロワッサンとても美味しかったです。ゆで卵とスクランブルエッグと卵焼き、ウインナー、銀河フーズのウインナー、里芋、これね中華クラゲすごい美味しかったです。湯豆腐もあります。こちらね、なんとヤクルトがあるんですよ。あと瓶の牛乳もあります。イートハーブの美味しい牛乳の、ヨーグルトと三つ豆もあります。あと栗ぜんざいがすごく美味しかったです。朝もアイスクリームがあるんですよ。このねバラのアイスがすごく美味しかったです。バニラも美味しいです。オレンジジュースとリンゴジュースがあります。ドレッシング、サラダです。こちらがお味噌汁です。はい、熱々。朝食会場はね広いですよ。とってもコーヒーマシンもあります。取ってきました。最初第1回戦は和食にしました。こちらはおかゆです。あと湯豆腐とお魚、鮭とサバかな、あと里芋、玉こんにゃくとイワシと、あとウインナーとか卵があります。お味噌汁も取ってきました。ではいただきます。ごちそうさまでした。もうお腹いっぱいになりました。とっても美味しかったです。種類も多くて充実してましたね。お腹いっぱいです。ではお部屋に戻りましょう。それでは今からチェックアウトに行きます。10時チェックアウトなんですけど、今ちょうど10時です。あ、かわいい。今チェックアウトが終わりました。こちらのホテルに宿泊しておりました。とてもゆっくりできました。もう正月ムードですね。門松が飾ってあります。いい温泉でした。ゆっくりできてすごくねコスパがいいホテルだと思います。サービスも良くて最高でした。今ホテルから出てきました。こちらが花巻神社です。ちょっと入ってみましょうか。御朱印もねいただけますよ。フロントでいただけるみたいです。あと温泉ベーカリーでもいただけます。ではちょっと入ってみましょう。赤い鳥居が素敵ですね。温泉の敷地内にこういう神社があるのいいですよね。せっかくなのでお参りして帰りましょう。雪が残ってて風情があります。こちらの絵馬は皆様に福が来るように記念した絵馬です。絵馬はホテル傘下の売店で購入できるそうです。よかったらこちらの絵馬やってみてください。こちらが花巻温泉稲荷神社です。綺麗な神社ですね。今からこちらの温泉ベーカリーでパンを買って帰ろうかなと思います。それでは入ってみましょう。こちらのかぼちゃあんパンがね期間限定で販売されてます。2月5日まで。こちらのあんパンがね名物なんですよね。とってもあんこがぎっしり入っていて、チョココロネが好き。あ、レーズンパン。これ花のどか。
食パンなんですけど、これもね有名です。とっても美味しい食パンです。お土産にぴったりですね。最後までご覧いただきありがとうございました。一泊二日の花巻温泉旅行、美味しいものを食べたり温泉に入って癒されたり、家族とゆっくり過ごすことができてとても楽しい旅行となりました。皆さんもよかったらこちらの動画を参考にぜひ訪れてみてください。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録お願いします。この動画が良かったという方はグッドボタンやコメントもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。